ベラドシェビナは、ロシアモスクワ出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス31位、ダブルス27位。身長180センチメートル、体重73キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。7歳からテニスを始める。 2002年ウィンブルドン選手権女子ジュニアシングルスの決勝でマリアシアラポワを46、61、62で破って優勝し2003年にプロに転向する。2008年全米オープンにて4大大会の最高成績は2005年全豪オープンの4回戦進出である。1回戦でジルクレーエバス2回戦でベラズ・ボナレは3回戦で アンナレナ・グローネフェルトを破って勝ち上がり、4回戦で、スベトラーナ・クズネッツォは246、26で敗れた。2005年ウィンブルドン選手権では、シャハー・アピアーと組んだ女子ダブルスでベスト8に進出した。2005年7月4日付のランキングで、自己最高の31位を記録した。2009年8月のイスタンブール大会の決勝で、ルーシー・ハラデツカ60。 6-1で破り WTA シングルス初優勝を果たした。これが唯一のシングルスタイトルとなった。その後はシングルスでは低迷が続き、四大大会のシングルスの出場は2013年、全米オープンは最後となった。ダブルスでは2013年のシティオープンで青山信子と組んで優勝した。2013年ウィンブルドン選手権混合ダブルスでジャンジュリアン・ドイヤーと 2014年ウィンブルドン選手権混合ダブルスでアイサムイコールウルハククレッシュと組2年連続でベスト4に進出している。ドゥシェビナは2016年ウィンブルドン選手権の女子ダブルス予選敗退が最後の出場となり2017年に現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。